金のインゴット輸送ってあったっけ、なんか輸送があったの覚えてるけど。これ何プライマリーミートコファックス違うだろう。コファックス待ってんのかよ、参ったな。え、待って、ミッションミッション、これやらないってできないのかね。ここに来たのね、トレルのなんか、で、エデンのテトラヘドライトのフィールドに、へえ、まあいいや。じゃあこれが一番面白いか。うん。と言いつつ、インゴットの輸送やっちゃう。一番近いからね。おー、敵。あのね、全部マーク5で揃えたのと、まあ、この成形結構レベル高いっていうのもあって、ついこの前までエクストリームだったのね。だからやばい、やばいっていうか、多分ね、マーク4が1個ぐらい入ってればそういうことでもなかった。え、やべえ、やべえよ、喋ってたら何？え、お前もう死んじゃったのかよ。ああ。まっさりグルードは排出しましたって。お前、ならま。やばい、こちらのシールドが。おーおお。本当だよ。もう完全に振り切っちゃう。おお。敵がランクアップするタイミングってあるんだけど、よくSteamでも話題になってんだけど。それがね、こういうタイミング見たあれだな、サベージ何？名前がわかんねえよ。サベージホライゾン。おお、やべ、インペールドってなったな。ああ、わかった。ダメだ、ダメだ。撃てねえ。きつー。打つしかねえってこと。おお、やべ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 。やべえよ。おお、やばいな。あ、これはやべえ。何撃ってきた？うわー、すげえ。逃げるしかねえのかよ。うはー、やべえ、ボロボロじゃねえの。うわー、
いや、ブルーだけどさ、俺金損だけしてるよこれ。あ、サベージホライゾンが強いんだ。もう一匹いたじゃん。もう一匹は潰しかけてたんだけどな。一隻だけか。間に合うかな。すげえ。大体あのバカ豚死んじまったし。やべえ。ダメ全然入っていいのか。すげえなこいつ。強えだろうこいつ。うわすげえ強え。まあ、やべ。くそ。くそ。どんだけダメージ入んねえんだよ。何？ああやられた。くそー。